どうも、天才ピアニストますみです。竹内です。この動画はですね、はい、看護師芸人であるますみが看護師経験を生かして皆さんにいろいろお伝えしていければいいなと思っております。可愛らしいですね。ありがとうございます。もうだるいかも。もうだるい書き上げるのが、私はですね、はいはい、正社員として正看護師で約6年間働いた後、うん、芸人になってからもアルバイトとかで約4年ぐらいしてるので、はい、計約10年間看護師歴がございます、はい、がっつりですよね、10年間で言ったら、はい、そうなんです、ね、そんなますみさんにね、ちょっとまあ教えていただきたいんです。今日はね、うん、あの看護師の、はい、まあ働き方というか、うん、勤務体というか、うんうん、まあ、いろんな働き方があると思うんですけど、はい、まあ、正看護師の、うん、まあ、休み、うんうん、休みとかって取れるのとか、どの時間帯で働いてるの、はいはいはい、残業あるのとか、なるほど、お聞きたいんですけど、休みはどんの？休みはね、うん、週休2日で月に8回、うん、月8回は絶対休みあります。うん、でもね、はい、週休2日で、そうで休み希望やねんけど、うん、これはだから土日が休みとかじゃもちろんないでしょ。そう、シフト制、シフト制ね、うん、うんうんうん、で希望出せんねんけど、うん、これはね、うん、やっぱ1年目の新人ナースさんとかは、うん、希望出しにくい、正直言って、正直、うん、暗黙の了解で、うん、なんか希望出してんじゃねえよみたいな雰囲気は全然ある。なるほどね。月に8回お休みはいただけるけど、うん、どの日を休みにするかは、まあ、1年目とかは選べない。そう、もうそれはシフトを作る病棟の主任さんや市長さんにお任せするのが一番かな。なるほど。なんでかって言ったら、うん、やっぱりその1年目っていうのは、あの看護師用語なんかな、これ1年目さんはプリセプティって言って、うん、仕事を教えてもらう側、うん、でその人に必ず専属で1人つくのが先輩ナースのプリセプターっていう人がつくんですけど、ずっとつきっきりで教えてくれるわけ。そう、うん、その人と絶対勤務を一緒にしないとダメ。なるほど。なの、基本的には。そらそうやな、教えてもらわなかったから。だからその先輩ナースは基本やっぱ3年目以上とかのナースなの。うんうん。あ、でも3年目から教えていかなあかんねやな。そう。あ、でももうちょっとベテランの人の方が多いねんけど、うんうんうん、私は3年目でやりました、プリセプターを。ちょっとだるいかも、もちろんちょっとだるいかもしれない。ちょっとびっくりしました、3年目で。あ、でももう教えれると判断したから任されたわけもね。そう、3年目の時1年目さん教えたんですけど、その人と絶対ニコイチで仕事を最初はするから、うん、その人が休みの日は休みみたいなことが多い。なるほど。でもその先輩ナースは夜勤とかもするから、うんうんうん、あの絶対一緒にできるとは限らへんねんけど、できる限り一緒に勤務日勤帯で入りたいから、うん、だから1年目の教えてもらう側がちょっとこの日休みたいんでっていう、このこっちの都合で向こうを動かすことはできひんから、それはもう舐めてる。舐めてるんだ、正直言って。はっきり言って舐めてるから。そっか、じゃあやっぱり1年目とかは休みたい日に休めないことがあるかも、うん、そう。なるほどね。まあ1年目だけね。まあね、そう、年月を重ねていったらちょっとずつ、うん、だからお休みはしっかり割とねちゃんと取らせてくれるし、うんうんうん、あと一般的に世間的に祝日が多い月、うん、例えば、ゴールデンウィーク、あ、そう、ゴールデンウィークとか夏休みであったりとか、うんうん、8月とか、そう、8月、お正月の1月、うん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 、年末年始ね、その辺あたりは、うん、私の病院では通常8回のところ、うん、なんと10日をいただけました。素晴らしいやん。 そう、あ、その休みたい、うん、みんなが休みたい月はちょっと月多めに休ませてもらえるということね。でさ、お正月とか、うん、年末年始はやっぱ出んなあかんわけ、1年目とか。ね、これはどうなの、年末年始も出なあかんな、出なあかんねや、うん、まあ、そこはやっぱもう若手のうちは覚悟しとかないと。そう、休みがない。1年目であっても、うん、正月勤務してたね、してたな。まあ選べないんだな、若手の頃は。そうで、夜勤もおそらく8月とか、うん、夏ぐらいから夜勤デビューしてると思うね、1年目さんも。なるほどね、うん、だからお正月はもうしっかりそのお正月メンバーに夜勤としても入れられると思う。うん、なるほど、うん、だからちょっと若手の頃はぐっと我慢するのが必要なのかも、ね、うん、っていうことですね、はい、で、あの、今言った日勤夜勤みたいになるやん、うん、それの時間割はどうなってるわけ。日勤帯がだいたい朝の、うん、9時頃9時スタートで、うん、夕方の17時30分終わり。あ、もうめっちゃ普通のね、普通の働き方ですね。そう、うん、日勤がだいたいそれぐらい、うんうん、で夜勤が、夕方の16時20分から、うん、翌日の
夜中てっぺん越えて朝を迎えて朝9時20分まで、うん、あ長いねこれは。そう、病院によるから一概にこの時間とは言えへんねんけど、はあはあ、私の病院は二交代制って言って、はいはい、日勤と夜勤、夜勤、うん、で他の病院県立医大とか奈良県立医大とか、うん、友達に聞いた話によると、うん、三交代制って言って、うん、日勤帯と準夜勤、深夜勤ってあって、夜勤を2つに分けて、だって夜勤今めっちゃ長かったもんな。そう、うん、それを2つに分けて、うん、三交代制にしてるとこもあって、うん、準夜勤やったら、準夜勤やと、うん、だいたい夕方の4時ぐらいから深夜の0時ぐらいまで、うん、はいはい、それでも、8時間そう、うんうんうん、であとはもうその深夜から12時ぐらいから朝9時10時ぐらいまで、10時ぐらいまで、あ、なるほどね。だからまあ大体平均8、9時間、うんうんうん、どの時間帯もなるほどっていう感じで回してるとこもある。3交代制もある。そう、だからそこのメリットとしては、2交代制のメリットとしては、うんうんうん、勤務日数が少ない。ああ、1回が長いから、1回が長いから、うん、1回行ったら夜勤明けと休みがあるから、うん、割と自由な時間が多い。うん、ただデメリットとしては1回の勤務時間が山ほど長いから、しんどいね、めっちゃしんどい。なるほど。それさ、夜勤入りたくないんですけど、うん、とかも行けるわけ。行けんのよ。あ、行けんの、選べるんだ。これは選べて、例えば主婦で子供がいてるとかいう人は、うん、もう日勤常勤って言って、うん、日勤しかしません、夜勤は全くしません。それも別に、それは若手のうちでも言えるわけ。それはいける。日勤だけしかしたくないですっていう。そう、うん、とか、あ、でもなんかそのやりたいの苦手意識みたいな感じやったら、うん、ちょっと病棟の市長さんと要相談かもしらん。うん、あ、その生活スタイル的に、例えば子供がおるからとか。そう、生活スタイル的になこととか、例えば持病を持っててとか、うん、あるやん、うんうんうん、心臓がちょっと弱くてとかやったらあんまり睡眠不足も良くないしとか、うんうんうん、その病気的なことがあったりとか、うん、体調的なことが、うん、はいはいはい、そのなんていうの、真っ当な理由というか。なるほどね。そのメンタルじゃなくって、そう、うん、があれば夜勤なしっていうのも、うん、その病棟の市長さんとスケジュールを組む時に言ったら全然いける。なるほど。例えばその私は一生に夜勤しませんとかじゃなくても、うんうん、ちょっと1年間今年は夜勤やりませんとかでもいけるし。なるほど。それは各病院の市長さんと相談したら割とゆず聞く。ゆず聞く。逆にね、私は夜勤専従っていうのが大好きで、うん、夜勤専従。そう、その1ヶ月間は夜勤しかしない、うん、あ、そんなんもできんや。夜勤専属ナースっていうのがあって、それは普段5回とか6回、うん、まあ、4回の人もいてるけど、うん、夜勤の人が月に10回、うん、まあ、11回の時とかもあんねんけど、まあ、ね、うん、大体10回ぐらいの夜勤しかしない月があんねん、うん、それを夜勤専従ナースっていうねんけど、はいはいはい、私はそれが好きで、やっぱ夜勤手当がその分つくから、うん、そうか、お給料がね、お給料がアップすんのよ。なるほどなるほどなるほど。で、夜勤明けの休みと次の日が休みあるから、うん、結構自由に使える時間が多くて、うんうん、あ、そうか、だから月もっと出てるけど、そう、夜勤専従はもう10日間出たらいいっていうことだもんね。そう、10日しか出てないのに、うん、日勤常勤より給料が高い。なるほど。そう、1回は長いけどね、うん、ってことやんな。そう、あ、そうかそうか。もちろん精神的な負担は大きいですよ、その夜勤専従って、うんうん、まあそうね、そう、確かにね。急変する患者さんも多いし、やっぱ亡くなる患者さんって朝方とか深夜とかすごい多いから、うん、あ、で何かあった時に日勤ってナースめっちゃいてんねんけど、うんうんうん、夜勤ってね3人とか4人とか、あー、ナースが、そうか、心細さもあるんやな。そう、かかってくる負担、うん、責任が、確かに、何かあった時にやっぱり辛いのは、うんうんうん、夜勤の方が大変。確かに、まあ、生活リズムもちょっと保つの難しかったりとかもするもんね。なるほど。私は好きでやってた方、まあ、日勤夜勤は、まあ、うん、まあ、言った事情によっては選べたり、うん、選べます。で、まあ、お給料欲しかったら夜勤選べたり、うん、みたいな感じやね。そう、なるほど。これもしその、うん、産休育休で休みたいんですけど、うん、まとまって休みたいんですけどっていうのもできる、うん、できる。その辺はしっかり、しっかり、うん、制度はしっかりしてるから、うんうん、産休ももちろんもらえるし育休ももらえるし、うんうんうん、うちの病院では託児所があって、うん、お子さんいる方とかはそのほんま病院の真横に、すごい、託児所ついてて、いいの。そう、そこにお子さん預けて働いて、そうで、夜もね、一応定時は5時半やねんけど、うんうんうん、7時か7時半ぐらいまで見てもらえたはず。ああ、すごい。そう、なるほどね。あ、そうか、ちょっと残業とかもあるわけ、うん、残業あるのよ。
やっぱあるか、うん、残業あるわな。こればっかりはね、そのサービス残業という形になるのかな。決まった仕事ももちろんあるけど、うんうん、イレギュラーな仕事しかない現場やから、まあそうね、逆に患者さんが確かに確かになんか病態おかしくなったとか急変あったとか、うん、新入院が来たとか、うんうん、新入院来てんのに帰りますというわけにはいかんもんね。いかん。なるほどね。もちろん新入院と急変のダブルパンチももちろんあるし、あるしっていうので、うん、定時のギリギリ直前に来る入院とかで残業せなあかんとか、うーん、それはもう命かかってるからやむを得ずっていう感じよね。で夕方の最後らへんに患者さんちょっと亡くなられたとか急変あるとかやったら、その夜勤の人に一応ほとんどお任せすんねんけど、うんうんうん、ある程度やっぱ人間と夜勤数少ないから人数が、確かに確かに確かに、ある程度処理してあげんと大変やからっていうので残業して、うん、っていう次の勤務隊に任せるみたいな。なるほどね。全然ある。うん、残業もあるし、夜勤隊がそのさっき16時20分スタートって言ったけど、うんうんうん、情報収集、患者さんの情報収集とかもあるからちょっと早めに来たりとかせなんか、うん、なるほどね。まあまあ、うん、だからちょっとどっちもやな、きつい面もあるし、うん、ある程度こう、うん、働きたい時間帯を選べたり、そうお休みをちゃんといただけたりっていうのもあるっていう感じかな、うんうん、まあそうね、うん、お給料もしっかりもらえる方やと思うからね、うんうんうん、まあその体力的にきつい面もあるけど、うん、あの保証されてる面もしっかりあるという感じでしょうか、うん、働き方としては、はい、そうぜひ参考にしてみてください。はい、はい、さあということですね、はい、ただ今からは、うん、ナースクイズあなた絶対最後になんかやらな気が済まへんねSE よね、毎回自分で担当して、はい、偉いのよ。さあこちらから、はい、現場からクイズです。現場からクイズです。スタジオなんでしょうか、向こう側は見てますか。はい、見てますね。じゃあいきます、ええ、ででん、うん、夜勤帯で、うん、言ってはいけない NG ワードとは。夜勤帯で言ってはいけない NG ワード、夜勤帯で絶対に言ってはいけない NG ワードとは。これ言ったらちょっとさ、おいってなるわけ。おいってなるな。あ、私わかります。これえ、わかる、わかる。これあれでしょ、そのやっぱ女性多い職場ですから、うん、お腹減りましたねみたいな。あー、だからその減るだろっていう、ね、夜勤帯なんかいっちゃん食べたらあかん時間だから、そらラーメンも食べたい、チョコレート食べたいなるけど、うん、お腹減りましたねっていうのを、うん、あの安易にナースステーションで言ったら、うまっていう。いや、そみんなそうやでって。そうそうそう、なるほど、じゃないでしょうか。皆さんはどうですかね、なんでしょうかね。さあ答えは、夜勤帯で言ってはいけない NG ワードとは、はい、答えは、答えは、はい、タタタン、今日暇ですね。え、今日暇ですね。いや、なんで親切に2回言うとあるけどあるけど2回言う英語の時間で、リピートアフターミーのテンションでね、 Today is freedom みたいな、ね、今日は自由ですみたいなことで、ね、今日は暇ですね、なんで言うたかね。いいことじゃないの、その急変もないし。そう、ね、私ね、これ割とこっちを言うてまう側の人間で、うん、怒られた、ね、決まって先輩とか後輩が言ってくるのが、こうパッてね、患者さんの人数とか全体の見て、うん、わ、今日患者さん少ないなと思って、うん、で急変とかもない、はいはい、ナースコールも少ない、うんうんうん、でやっぱね、詰め所ナースステーションで、はいはい、今日めっちゃ暇ちゃう、うん、って言ったら、まあいい意味に聞こえるけどね、うんうん、言いましたね、暇って言いましたね。誰やねんそのだるいな。最悪、え、入院来ますよみたいな。え、どういうこと、そのジンクス、ジンクスなの、ただの、おうおうおうおお、暇暇、今日暇ですねとか、うん、今日なんか楽ですねとか、楽ですね、うん、そういうことを言ったら、うん、なんか神様は見てるぞと、忙しくなるぞと、はい、実際に来んの。いや、もうこんな来たり来えへんかったりやけど、あ、そのあんねやな、ナースの中で。でもまあ来ることが多いんかな、結局なんか落ち着いてるなと思ったら、うん、後半にバタバタバタと、そう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 、仕事が。だから大体この今日暇ですねっていうのは、うん、夕方の4時ぐらいから勤務始まって、うんうんうん、大体ね夜の21時消灯になったぐらいに言うてまうのよ、うんうんうん、うんうん、まあ落ち着いてな今日はって。そうだ、56時間ぐらい経過して、うんうんうん、ひとしきりなんかこうバタバタの作業が終わった後、はいはいはい、ルーティンの仕事が終わった後に、うんうん、今日暇っすねって言うてまうね、うんうん、私は、うん、ほんならもう12時超えたぐらいから入院来ますわ、うん、急変したりとかね、あ、割と多いかな。へえ、
知らなかった。でもこの言ったなーみたいな、あ、だるい、だるいね、それ言ったなーみたいなのはだるい。そういったら来るで、自分来んで、自分言ったなーっていう、そう、うわ嫌だな、ありがちなやつです。なんか嫌いかも、はい、うん、気をつけてね、みんな言わないように気をつけてね、はい、新人ナースのこっちもね、あんまり言わないようにした方がいいっぽい。今日暇ですねを言わないようにね、はい、NG ワードで今日暇ですねがあったからって言ってね、言ってない、やらないように、そう、なるほど、はい、お互い気をつけよう、そう、これは安全なナースステーションを作るためにね、はい、そうしましょう。ぜひ参考にしてください。はい、じゃあぜひね、チャンネル登録、メゾンドラブのチャンネル登録もよろしくお願いします、うん、お願いします。はい、さあということで、はい、また次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。せーの。せーの、景観栄養ズブズブズブ。何それだから。せーので揃わないのよあなた。バイバーイ。バイバーイなんだってこれ。お大事に。